お待たせ、ちょっと遅れちゃった。本当ごめんなさい。ううん、大したことじゃないわ。ただ昨日用意しておいた服よりこっちの方が女の子らしいかなって。笑い事じゃないんですけど。ねえ、この服どうかな。褒めすぎ、オーバーだと言葉の重みがなくなるわよ。でも頑張ってよかった。ううん、別に。それじゃあ行きましょうか。遊園地なんて久しぶりだな。ええ、確か小学生の時に一度だけ。私、ほとんど両親と出かけたりしなかったから。そうね。ジェットコースターとかかな。初めて乗るからちょっと楽しみ。私当時は小さかったから身長制限でアウト。うん、過剰な期待はしてないけど、それでもどんなものか楽しみだわ。ええ、風が気持ちいいわね。ここからね。ああ、楽しかった。思ってたより迫力があるのね。うん、これなら大人でも楽しめるわ。あれ？どうかした？もしかして怖かったとか？だとしたら高いところが苦手とか。うん、ジェットコースター聞こえなかった？ジェットコースターに乗りたいって言ったのよ。じゃあ観覧車。あなたはどっちがいい？観覧車ね。お返事は？お返事。
しかった。そう、いろんな意味で。あれ？顔色が悪いけど平気？どれ？エジプトの謎ねえ。所詮子供だましでしょ。そう？つまらないのが苦手。まあいいわ、入ってみましょう。明るかったら驚かせようがないじゃない。結構よくできてるわね。触った感じはいまいちだけど、見栄えとしては旧大点。でもあなたの怯えた顔を引き出すにはこれで十分みたいね。さあ、いつまでも腰を抜かしてないで奥に進みましょう。最後の見せ場ってところかしら。これだけ広いスペースを取るのはそれだけの理由があるからでしょ。はい、どうぞ。え？何を？はっきり言いなさいよ。ちょっと何？撃つわよ。
もう知らない。何よ。ううん、平気。それより先の方はどうなってた？そっか。ねえ。私、ずっとこのままなのかな？ちゃんと元に戻れるのかな。じゃあ背も元に戻る？胸も元に戻る？知らない。うるさい。うえ。平気。いい。何よ。ふっ。本当にバカ。
お昼ご飯、あなた持ちだからね。デザートもよ。なら許してあげる。せっかく遊びに来てるのに、いつまでも怒ってたって仕方ないし。ほら、わかったらさっさと行くわよ。そうね、構わないわよ。でもどこに行くの？できれば静かな場所がいいんだけど。そうそう、なかなかいい選択じゃない。たまには頭が働くのね。なんだか1年分ぐらい遊んだ気がする。それがそうでもないんだな。私、誘われない限り自分から遊びに行くことってないから。うん、人気とお誘いは別よ。当然あるわ。何よ、やっぱりって。あのね、大して親しくもない人と私が遊びに行くとでも？ただの時間の無駄遣いじゃない？何？それ聞くこと？図書館で勉強、あとはお茶しながら本を読んだりとか。私、あんまり家って好きじゃ。そうね。そろそろ帰ろうか。あ、そうだ、帰りがけに駅前を通ってもいい？あなたと通りのイルミネーションの下を歩いてみたいなって。ダメ？それなら、行きましょう。
しし、しし、デートは楽しかった？ニーニー。とぼけてもダメダメ、その顔見たらわかっちゃうんだから。